皆さんこんにちは、みーちゃんです。今回は淀本町商店街をプロバします。ここは昔ながらの洋食屋くるみさん、リーズナブルで美味しい定食がいただけます。開店前でしたので違うお店を探します。残念。次のお店はおばあちゃんの味、佐藤さん。それではお邪魔します。店内はこんな感じです。カウンターに一品おばんざいですねがあるので、注文しました。肝の炊いたん、里芋の炊いたん、ナスとシジトウと牛の炊いたんを注文しました。あと、メニューに載っていたマグロもいただきました。瓶ビールからいただきます。皆さん、お疲れ様です。乾杯。うまーい。今のタイタン。肝の中でも心臓が好きで。心臓あった。心臓いただきます。次は里芋いただきます。おばあちゃん子なんでこんなん大好きなんですよ。ちょうどいい味付けでうまい。うまいな。ナスとシートと牛のタイタン、ナスのタイタンも好きなんです。いただきます。甘辛い味付けで最高にうまい。シートもうま。次は牛いただこうかな。うまいわ。次はマグロのお刺身、わさびつけて。片手は難しい。よし。ちょんちょん。いただきます。新鮮でめっちゃうまい。次はタコタコさん。めっちゃいい感じ。また名前がいい。タコタコさん、たこ焼き6個800円、いいな。お邪魔します。店内はこんな感じでした。発泡酒またチューハイでも OK でしたので、シュワいただきまーす。サービスで玉ねぎの天ぷらいただきました。
こんなんがうまいねんな。うまい。当てにちょうだいわ。次はポテトライいただきます。お酒にはポテト最高。うまい。お酒とたこ焼き最高やねんけども、あとあとで一口は無理なので半分に切っていただきます。よし、ちょっとマヨネーズいただきまーす。うますぎる、最高。